グラビアアイドルの朝比奈由美が8日、東京、神保町の初戦グランデで1ストーン写真集、朝比奈報、発売中3240円税込みワニブックス館の発売記念イベントを行った。写真集、朝比奈報の発売記念イベントを行った朝比奈由美城から B89W57H89 とい、不抜群のプロポーションと G カップのバストに加え、色気漂う大人フェロモンが魅力の朝比奈由美。2016年のグラビアデビュー以降、グラドルファンから高い支持を集めている。そんな彼女の初めてとなる同写真集は、自らプロデュース。60年代レトロをテーマに朝比奈のこだわりを随所に詰め込み、初めてのヌードにも果敢に挑戦している。初めての写真集を手にしながら、感動しましたね。ハードカバーをとお願いしたんですが、ずっしりとした感じが良かったし、私の写真が本になっていると思うと感動しました、と感激しきりで、今回は自己プロデュースということで、テーマも衣装も自分で決めさせていただきました。レトロな感じが好きなので、テーマを60年代レトロです、と初めての写真集を解説した。お気に入りを撮影地のグアムのビーチで撮影した一枚のショットを上げて、とにかく天気が良くて眩しかったんです。シャッターを切る時に目をパッとこじ開けて撮ったんですが、この撮影はめちゃくちゃ楽しかったですね、と笑顔。初めてのヌードについては、何枚かヌードがあるんですが、ヌードばかりではなく、手持っている洋服もあるので、ポイントとしてヌードが挟まっている感じです。そこに注目していただきたいですね、と恥ずかしそうにアピールし、私はお尻を売りにしているので、ここぞとばかりに出しました。自分でもこんなにもお尻が大きかったのかとびっくりしましたね。と自分のお尻を見て驚いた様子だった。念願の写真集発売に続く、次なる野望として、グラビアとしての目標はもちろん、この写真集が売れたらもう一冊とも、思っています。と二冊目の写真集にも視野に入れつつ、昔お芝居をやっていたので、もう一度挑戦したいですね。舞台や映画に出れたらいいなとは思っています、と女優業にも意欲。その朝比奈は現在、実家住まいだそうで、お仕事もどんどんいただけるようになった。ので、そろそろ自立しようかと準備を進めています、と一人暮らしを計画中だとか。それに伴い、最近は毎日調理実習ですよ。自分を改革していこうかなと思って、今は料理を頑張っています。と苦手な料理に奮闘中だという。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。